どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはですね、ノースフェイスです。ノースフェイスのマウンテンライトだと思うんですけど、なんだっけな、1990かな、海外、日本未発売モデルとかいうやつなのかな、ちょっと詳しくは分かんないですけど、まあ調べればねすぐ分かるかなというふうに思うんですが、やっぱ分かるのは使用感がたくさんあって汚れがたくさんついているなというようなことはですね、もう一目瞭然で、袖の裏側こんなに白くなっちゃって、おりますんでね、そこをまあ綺麗にしたいなというようなところだったりするんですよ。あとはですね、お客様がマーキングしてくださったところ、テープ貼ってあるところ2箇所後でご説明しますけど、脇の下ベンチレーションフラップがついているところもですね、擦れによって白っぽくなっているのと、あと前立ての肥沃の部分も白っぽくなっているんですが、明らかに違うのは地色そのもののエイジングによる変態色なのか、それともシミや汚れがついてできた色の段差なのかという違いがどうもよくわからないというようなことだと思うんですよ。脇の下のベンチレーションはスレによるエイジング、自然な感じの白気だと思うし、この前立ての部分はシミ汚れだと思うんですね。でもお客様はその前立てのところなんか全然気になってなくて、一番気になってるのはこのお腹のポケットのところのこの色の段差を取ってほしいと。確かにここ目立つんですよね。まだその正確な判断というような感じではないにしても、お預かりの段階では経験上これはですね、シミ汚れもついているとは思いますよ、思いますが、主なその違和感の原因はやっぱり質感の段差、グロスの変化、エイジングだと思うんですよね。これはね、裏にファスナー、何かポケットにずっとこう硬いものを入れていたとか、なんかこうファスナーの跡なんじゃないかなと思うんですね。あともう一箇所お客さんも気になっているこの丸い色の段差はですね、多分この、スナップボタンの押すに当たっていたんじゃないかなと。しっかりパチンとね止めておけばこんな風にならないんですけど、止めないで使っていたことによってできてしまったあたりなのかなと。かなり珍しいっちゃ珍しいですね。まあ、使用感なりの汚れが全体についていますのでね、汚れを取ると汚れはきれいになるんですが、もうエイジングによる色の段差というか白気というかグロスの変化というのはですね、やっぱりもう変化しないです。だからどれだったら治って良くなって、どれは治んないのかというのがですね、やっぱり分かんないと思うんですよね。海外製品、だと思うので怪しげな日本語が書いてあります。まあ意味は分かりますけど、分かりますけどね。でお洗濯表示ドライクリーニングできなくて、水洗いはできますよというようなことで、コアテックスのマウンテンライトジャケットの復刻版っていうのかな、2018年 FA、秋冬物っていうふうに書いてあるので、かれこれ4年ぐらい前のモデルを古着で中古でお求めになったというふうなことなので、まあこのお洋服であれば真冬以外にもですね、やっぱり着る時があるでしょうし、スキー、スノボなんかにもですね全然着られるし、バイクに乗るよとか自転車に乗るよなんていう時もね、全天候型で着るのに非常に着やすくいいんじゃないかなというふうに思うので、まあ全体的な汚れが4年分の汚れがついてるんじゃないかなと思うので、着る前洗いをさせていただきました、ね、それがですね、こちらの状態でございます。はい、全体的にねやっぱり汚れてますよ、汚れてます。綺麗になったなというふうに思います。ただやっぱりここね、ここお客様が一番こう気になっていたところはやっぱり、最初の見立て通りね、ファスナーの跡ですよ。ファスナーをね全部閉めておくとこの位置なんですね。で全部開けておくとこの位置なんですよ。だからその位置じゃないんですよ、跡がついているのは。中途半端な位置なんですよ。だからちょっとだけ3分の1ぐらいね、空いている状態のところに跡がついている。だからこのままの状態で着ていたんでしょうね。すっかりここに跡がついちゃっているので、まあちょっと変だなと、すごい目立つなというふうな感じなんですが、こうやって持ち上げていろんな角度から上から見たり横から見たりするとね、こんな風にほらグロスが変わって見えちゃってるのが分かりますよ。
もちろんシミ汚れも全体的、ほらほらほら、もう違うでしょ、全体的にね汚れもついているので汚れは取れましたけど、その汚れが取れてもその質感の段差っていうのは取れませんね。こっちも同じです。やっぱりここですよ、ここここの跡がついちゃっているというか、かなり珍しいですね。珍しいですね。ボタンの跡ってよくつくんですよ、ボタンの跡はよくつくんですけど、うんね、この位置はやっぱり明らかにボタンをパチンってしないでね着用なさっていたんだなと思いますよ。裾のドローコード入るところのパッカリングとかそういったところは自然な感じだし、袖もね変態色してるんですよ。あれだけ汚れがひどかったんですが、その汚れをきれいに取ってみたら、擦れの多い部分というのはその白っぽく、パッカリングに沿って白っぽくはなっているんですけど、まあ、自然な感じですよ。自然な感じのエイジングによるものなので、もうこれはどうしようもないんですけど、もともとあったシミ汚れに関してはですね、洗浄ですっきりときれいになっておりますので、かなりきれいで清潔な状態になったんじゃないかなというふうに思います。まあ、お色が黒だしね、やっぱりナイロン素材、かなり丈夫なナイロン素材、そして中というか、ゴアテックスという機能性の高い機能素材を使っておりますので、中古でお求めになるときにですね、その機能素材を使った行動着として、そのテクニカルな感じでガチで使いたいんだという人は、ぶっちゃけ新品の方が機能性重視で言えば高いんじゃないかなと思うんですが、ファッション性重視で、言えば全然中古でも大丈夫なのかなというふうに思います。ノースフェイスに限ったことじゃないんですけど、仕様が変わるじゃないですか。ずっと売ってるんですよ、春と秋で、必ずマウンテンライトジャケット売ってるんですが、色が変わったりしてね売ってるんですけど、やっぱね、いろいろこう仕様が変わったりするんですよね。ちょっとマウンテンライトがどう仕様が変わったのかなんていう風な歴史的なこととか、このモデルはこんなだなんていうようなことはちょっと分かんないですけど、そうですよね。なんか今年のヌプシ、ノースのヌプシなんかは、なんかロフトの量が減って軽くなってるらしいですし、ハイロフトのフリースのバーサロフト、アンタークティカバーサロフトなんかは、なんかデナリみたいな風合いのフリースになっちゃって、南極に関わりのある国の国旗をですね、くっつけて合わせて6カ国でしたっけ、それが胸とか背中につくような感じの仕様になって、思いっきりね仕様が変わっちゃって、これがアンタークティカバーサルフトなのっていう風にね、思いっきり仕様変わっちゃってますよね。やっぱりずっとねポーラテックのフリースを着ていた人は、ポーラテックじゃなくなったことがですね、やっぱりがっかりポイントになるのかななんていうふうに思ったり、そう思うとね、もう古着でしか買えないとか、結局やっぱりどんなお洋服もですね、ノースに限らず一期一会なわけですよ。だから今着たいものをですね、古着でしか買えないんであれば、古着でお求めになって、それを着る前に綺麗で清潔な状態にして着ていただければなと思います。